の善意は信じますが、やられたらやり返す大返しだ。でおなじみの半沢直樹、売れない芸人20年人生変えたい倍返し、半沢モノマネ芸人のウェルダン穂積です。よろしくお願いします。というわけで、なんとすごいビッグニュースですよ皆さん。びっくりしたんですけども、まず半沢直樹が来年ちゃんとやるってことが決定してるんですね。やるやるやるってずっとやれてて、本当にちゃんとやるんです。2020年の4月なんです。でさらにびっくりしたのが、2020年なんと TBS、 あのね、テレビ局の TBS がもう半沢直樹イヤーと題して、あの2020年を、半沢直樹、それに先駆けて半沢直樹エピソード0、1月3日金曜日なんと放送なんです。これが金曜の夜11時15分から、1月3日の11時15分から半沢直樹、半沢直樹イヤー記念エピソード0、狙われた半沢直樹のパスワード575になってますよ。狙われた半沢直樹のパスワード、もう半沢直樹記念ね、半沢直樹イヤー記念エピソード0、もうね、狙われた半沢直樹のパスワードってほとんど名探偵コナンの映画みたいなタイトルになってるんですけども、すごいですよこれ。主人公、主演が吉沢亮さんなんですよ。あの実写版銀魂の沖田総合、新選組の沖田総合でおなじみ、最近だとキングダムで、吉沢亮さん、なんとさらに NHK の、来年再来年2021年の青天を衝けの主演、渋沢栄一役なんですよ。渋沢栄一ってあのっていうか、新しい一万円札になる人ですよ。新しい一万円札になるヒゲのおじいさんですよ、渋沢栄一って。それの主演決定してる吉沢亮さんが主演のエピソード0がやるっていう、これはもうびっくりして、もうびっくりだらけなんですけども、申し訳ないんですけども、まずその吉沢亮さんが主演のエピソード0が1月3日にやるので、まずびっくりなんですけども、半沢直樹続編2がドラマやるでしょ4月。これでびっくりしたのが、なんとこの半沢直樹2やるやるってずっと言われてたんですけども、続編の小説の原作僕ちゃんと読んでるんです。これ2個あるんですけども、ロスジェネの逆襲っていうのが2なんですけども、これなね、あの飛行機の会社の、あ違うか、ロスもこれとか出向先の話なのか、セントラル証券なんですけども、その続きがまたあるんですね。2個あるんですね。でびっくりしたら、この半沢直樹の続編、もしかしたら両方やるっぽいんですよ。これが僕めちゃくちゃびっくりして、そのロスジェネの逆襲すごいいい話なんですよ。まあこれ別に言うことじゃないからあれなんですけども、すごいかっこいいんですね。でその後の続編も僕読んだんです、小説で。これ銀翼のイカロスっていうんですね。ロスジェネの逆襲、銀翼のイカロス、これなんか2020年度版のドラマとしてなんか両方上がってるってことは、両方やるっぽいんですよ。要するに一気にやるんですよ、そこまで。いやーこれびっくりしましたね僕。いや両方やるのか分かんないですよ。 ロスジェネの逆襲の部分は絶対にやるんですよ。でタイトル多分半沢直樹2になると思うんですよ。まずドラマの半沢直樹2013年のやつの原作が2つがこれ1つになってるんですけども、俺たちバブル入行組っていうのと、俺たち花のバブル組ですね。合ってますよね。これは2つが原作で、半沢直樹ってタイトルじゃないんですね。これが半沢直樹ってドラマでも大ヒットして社会現象になって、中国でも大人気、世界でも放送されてる、もう中国で特に大人気らしいんですよ。すごくないですか、あの反体制というかね、上司に立てつくやつがこう中国で人気っていうのもまたこれ不思議なもので、で半沢直樹っていうのはあれなんですよね、一応ね、原作の池井戸潤さん、この日曜劇場の枠で TBS で、こっからもう花咲舞は黙っていないとか、もうね、まあ陸王とかいろんなドラマボンバンバンバンドラマ化されてるじゃないですか。で半沢直樹が頭取、一番銀行の上のトップになるところまで一応構想があるんですって。そこまでこうシナリオがもうあるんですよ。そこまで描こうとしてるんですって。どこまで行くのか、これはもうとにかくまずエピソード0が楽しみってところでございまして、まあ、来年のエピソード、なんか半沢直樹イヤー
を含めてもう楽しみでしょうがないという、もうびっくりニュースでした。ということで私も一時期半沢直樹のモノマネ芸人としてやらせてもらってましたけども、まあ、全く日の目を見ずに今に至るわけでございますけども、そんな、まあ、私もこうやって YouTube で、まあ、だったり、まあ、いろいろとね頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。何をよろしくお願いしとったから、半沢直樹がエピソード0がまずやるっていうのでもう楽しみでしょうがないということでございました。チャンネル登録お願いします。バイゲーした。